ここからは武雄市が始めた小学生向けコンピュータープログラミング授業についてお伝えします。佐賀新聞武雄支社横尾明社長の報告です。相次ぐ教育改革で注目を集めている武雄市ですが、交流ゲーム大手の DeNA と東洋大学と三学館連携で小学生1年生向けのコンピュータープログラミング教育を始めました。プログラミング教育は山内西小学校で始まりました。タブレット端末を使って公立小学校の1年生にプログラミング教育を行うのは全国で初めてということです。アプリの開発体験を通し、遊びやゲーム感覚でプログラミングの基礎を習得します。ものづくりの楽しさや論理的思考力、創造力を育む狙いです。授業ではプログラム言語は直接使わず、児童が視覚的に理解できるようキャラクターを使って簡単なゲーム作りをしました。今回のために DeNA の川崎修平取締役最高技術責任者が専用アプリを開発し、自ら講師を務めました。専用アプリは一つ一つの動きがプログラムされたお願いブロックを組み合わせることで、画面上でキャラクターのパクモンに一連の動きをさせるものです。子どもたちはタブレット端末でパクモンが指示通りに動くと、ああ歩いた、ジャンプしたと歓声を上げていました。特に私は1年生から始めるということ、これ賛否両論ある中で、私は1年生ということに特に強い意欲を持っていましたけれども、1年生にこの授業をやって本当に良かったなと、それは理由としてはですね、一つはやはり吸収力が違うなと思いました。非常におそらく彼らは早いタイミングでデジタルネイティブになる、そして加えてですね、デジタルのデバイスはですね、与えられたものを遊ぶのではなく、自らが操作をするというんでしょうか、お願いという言葉を今日授業で使いましたが、人間の意思でそれがどう働くかを指令するということがですね、当たり前というそういう世代になっていくのだろうなと、これが早く分かるとですね、そういった考えのネイティブになっていくということで、やっぱり良かったなと。私も賛否両論をかなりあったんですね、1年生からやるということに対して。ただ1年生のこれ4月だったらダメだと思うんですけれども、ひらがなとか言語の基本的なその構造を入れた上でね、10月にこう始めるっていうのは、もうこれはドンピシャないスタイミングだなっていうのは、思いました。強い手応えを感じました。で、一方で課題も分かって、今日見ただけで分かったのが、やっぱりすごく前のめりにやってることをなかなかやっぱりこういけてない子がいたん で、これは川崎さんがおっしゃった通り、前のめりの子はどんどんもう手綱をね、もう渡してどんどん行ってもらう。で、どうしてもやっぱついていけない子をどうやってフォローするかということが次以降の課題かなというのを思いました。それとよくプログラミング教育で言われてますけれども、論理性の思考がつくっていうことを言われてて、僕ね、それよりも最後の女の子の言葉で、次自分で作ってみたいっていうことがもう全てを表していて、その論理性よりも、それは否定するわけじゃないんですが、自発性がこのプログラミング教育で、大きくやっぱこう羽ばたいていくんだろうなっていうことは強くそこも思いました。山内西小学校でのプログラミング教育は来年2月まで課外授業として随時行われます。実証研究の結果を見て、小学2年生以上や他の学校にも広げるか検討します。